こんばんはデイリーサッカーニュースフットフライデーです今週はグーナーというテーマでアーセナルの魅力をたっぷりお届けいたします今回グーナー歴15年の私佐々木香里とコンビを組んでアーセナルの魅力をお伝えしていただくのが現役 J リーガーの木山光平選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いします木山さんはグーナー歴何年ぐらいですか、えっと僕は16年になりますかね先輩だ じゃ無敗優勝の時から、ところで木山選手、シーズン終わってアーセナルの試合を早速見に行かれたということで、何戦を見に行かれたんですかと、エミレーツでのシティ戦を見てきました、ちょっとなんか気持ち的に難しい試合ですね。はい途中からもう、最初に心折れちゃったんですけど、早かったですもんね。はい あの応援 <laughs> になるのでやめましょうね<ら>我々が。前 <laughs> の方の記憶はもう後半の方はほぼ覚えてないですね。<ら>はい。その時のスタジアムの雰囲気、はい、まあ現地の雰囲気って今のグーナーってどんな感じなんですか。うんとそれでもやっぱり必死に応援はしてくれてましたねサポーターの人たちは。さ、うん、やっぱりあのピッチで起きてることというか選手のあの一体感のなさというか。う 3ゼ0で負けてるのにあのとことか歩いて帰あの選手交代の時に戻る、エジルとかうん、うん、ちょっっと悲しかったですけどねうんなんかこう日本にいるとその現地のグーナーの方たちの熱量とかって、はい、あまりこう分からない部分もあるので,そ,で、ね、それこそ、はい、あのベンゲル・アウトだったりエメリー・アウトの時もちょっとこうなんだろう差があるというか。う 実際現地はどんな雰囲気なのかなってわからないことはあったんですけど今は、じゃあ割とそんな突き放すでもなくサポートはしっかりしているファンっていう印象を受けましたね。ここからアルテタ監督になってシーズンも後半になっていきますからね。実は私もあのお正月カウントダウンをロンドンで過ごす、はい、過ごしオンエア的には過ごしていた。はい ので,いで、ね 1>, はい、1月1日のマンチェスターユナイテッド戦を見に行きますので、はい、羨ましいですオンエアの時にどうなっているのかな。はい、<laughs> そしてですねあのちょっと告知に早速告知になってしまうんですけれども。はい 私の佐々木香里と行くアアーーセナル観戦ツアー、まあ、通称「笹旅」というものを HIS さんと一緒にやっておりまして、はい、今回そのカウントダウンとユナイテッド戦を見に行くっていうツアーが2回目になるんですけれどもあの結構30人ぐらいの方が集まっていただいてみんなでツアーを見に行くんですけどその,あのツアーの模様とあとその。 アーセナルをこれから一人で観戦に行ったりとかこれから見に行くよっていう方のためのガイドブック的なものを作ろうと思いまして笹旅ツアー本を今作ろうというクラウドファンディングに挑戦しております詳細は笹旅プロジェクト委員会で検索していただくと出ます締め切りがこのオンエア1月10日の23時までとなっておりますのでぜひこの番組を見ながらポチポチと応援していただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますお願いしますなんかあのエジルがよく行くケバブ屋とかねそういう情報とかも載せ っいけたらいいなと思ってる行く前に僕も欲しかったです、ね <laughs>。はい、その本が。はい、今度ね。うん、はい。プロジェクト成功したらぜひ,ぜひそれを参考に。はい。むしろなんかキヤマさんから教えていただきたいです。いやいやまたでもささたび買います。<laughs> ありがとうございます。はい、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。はいということでアーセナルを好きになったきっかけについてまず伺っていきたいと思います。 木山選手、はい、きっかけは何だったんですかきっかけはですね、ちょうどあの無敗優勝した年に僕は中学三年生だったんですかね<ー>その時の監督が当時のミーティングですごいアーセナルの映像監督がアーセナル好きでご自身のチームの監督がアーセナルファン、はい、はい、そこからどん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 ハマってますね<ー>はい。なんかこう、参考にされた選手とか好きな選手ってその当時いたんですか 当時はそうです。当時フォワードをやってたので、うん、こ,こそまあアンリーはちょっとレベルが違いすぎて、<laughs> 参考にならない,っていう、まあレ。レジェスとかは、うん、あの左利きでしたし、はい、あのその頃ワースナルよく見てましたね。本当にこうヤングガナーズの象長みたいな感じでしたもんね,、はいはい、ねレジェス出てきた時ね。逆に佐々木さんはどうですか。はい、私はあの2004年の 時にユーロ2004ってあったじゃないですか。それのま事前番組みたいな感じで地上波の深夜のサッカー番組で特集が行われてたんですよ。そこで今年のユーロ2004大注目選手はこの男だっていう感じでティエリアンリが出てきたんですよ。でちょうど前年が無敗優勝でプレミアリーグ得点王にもなっていてっていうのでアンリのプレミアリーグアーセナルでのゴール集みたいなのを見た私はですねもう。 こんなにすごい選手いるのかなんだこの膝から下のの綺麗さ <laughs> この映像でもね後ろのイラストでも膝から下綺麗に書いていただいてますけどす、ね、ちゃんとアンリバきしてますもんねそ<う>靴下をねもうねかっこよかったんですよ <laughs> かっこよかった漫画みたいにこう足のねくる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 って回るスピードと、はい、ボールタッチの柔らかさゴールに吸い込まれていくでこうなんかアンリのシュートのイメージって、はい、力でバーンって感じじゃなくてふわって決めるじゃないですかはいはい、はい あれがカッコよくてハマってしまって、で2004年のユーロはフランス代表も,もちろん応援してたんですけど、はい、アンリーが思ったより活躍してないぞっていう大会だったんですよ。そうだったんだ。でフラストレーションがたまって、あの時の事前映像のアンリーはどこで見られるのって思って行き着いた先がアーサナルだった。なるほど。そこからもアーサナルを応援して、アンリーがバルセロナに移籍した時もやっぱりなんかバルセロナの試合も見たんですけど。はい 私なんかアンリーが好きで見始めたけど、アーセナルをもう応援してるんだっていう、うまあ前回出させていただいた時もね、アーセナルの箱押しに気づいたって言ったんですけど、まさにこうアーセナルっていうチームが好きになってるっていうことに気づきましたね。こんだけの魅力がアーセナルにはあるということですね。さあ、うんうん、そ,そしてマイフェイバリットゲームについても伺いたいと思うんですけれども、はい、これまで見てきたアーセナルの試合、まあ我々十五六年見てきましたけれども。はい 一番印象に残っているゲーム、はい、これ結構難しい質問ですよね。難しくて、うん、なんでしょうね、こうもちろん強かったのはやっぱりインビンシブルですの、はい、昔だと思うんですけど、ね、やっぱりこうそこを見てらっしゃるのが羨ましい,、はい。ただそのゲーム自体がやっぱ90分通して覚えてないので、なんかどれだろうって考えたときに割と最近のゲームを選ばしてもらいました。うんはい、じゃあまず。 交互に、ね、見ていきましょうか僕を選んだのはまず去年のノースロンドンダービー、はい、エミレッツでの試合ですけど、はいはい、最初は先制をして逆転されて、うん、でエミリーさんが得意だった去年、はい、あの選手交代がすごくはまるという試合をして。 で最後トレイラーが突き放してユニフォームを脱いで、はい、<laughs> あもう本当家で見てて鳥肌立ちましたね、はい、この試合はこの頃ってちょうどあのビハインドで前後半折り返すと逆転勝ちするみたいな、はい、なんかこう、はい、ね、はい、ありましたもね,たね流れが逆に負けてていいよみたいな感じはありましたファンもそういうちょっとね余裕を持った気持ちで後半に向かってましたよね、はいはい、この時は あありましたねじゃあ私の試合も見ていきましょう、はい、まず一試合目がこちらですね、はい、先ほどもちょっと番組冒頭でお話しした「その笹旅」はい、私のツアーが、あのー、やりましてそこで行った現地でまさに見た、はい、私初めてのエミュレーツスタジアムで見た試合アーセナナル対マンチェスタユナイテッド、はい、でこの時結構スターティングメンバーが、まあ、誰になるのかジュールが出たり出なかったり、はい、ラムジーが出たり出なかったり。 オバミやン・ラカゼットは共存できるのかみたいな話があった中でありましたね、はい、スタメン発表されて、はい、全部盛り <laughs> 珍しいですよねこれね当時珍しかったんですよね、はい、メンゲルさんはこういうメンバーにしたかもしれないですけどね、うん、エメリーさんでこのメンバーはこれ楽しかったなまたの12分、はい、ジャカホーはいはい すごいシュートでしたねデヘア一歩も動けずいい。はしかもまさにその時にあのデヘアの後ろ側このスターティングメンバーのデヘアの後ろ側のところでクラブレベル席で我々見ていたのでジャカホが向かってくるというねいやそれは熱い熱かったいいシュートでしたしねそうなんですよいい試合でしたねこれもねいい試合ですよねじゃもう一試合ずつ選びましたのでもう一試合いきましょう なんかこの当時は確か,なんか強いチーム相手にあのなかなか勝てないと言われてて結構、アーセナル精神面がなんか未熟なんじゃないかっていうのを結構言われてたシーズン、まあ、ずっと最近そうなんですけどこの試合に限ってはもう最初からフルスロットルでもうサンチェス、エジルキレキレで。いやこの頃って、はい なんか前半からガツガツ行く試合は結構勝てるみたいな、はい、イメージがありましたよね,で,ねでも全然行かない試合と分かれててなん、まあ,あれ何だったんですかね難しいですけど選手目線でいうとでもこんないい試合できるんだから次もできるでしょってやっぱ思っちゃうじゃないですか応援してる側としては微妙にこうねクリスタルパレス,クリスタルとか。<う> <laughs> この試合は本当に、あのー、でもベンゲルさんで最後かなと思いますなんか楽しいアースナルを見せてもらったのはだ<ー>からすごい、あのー、印象に残ってて、うん、いやサンチェスエジェルラムジーという並びもちょっとい、ね、いやいいですね暑いです, <laughs> いです、ね、グーナーとしてはなるほど、はい、そして私の選んだもう一試合がこちらです、はい、こちらも私現地観戦した試合で、はい ハイベリーラストイヤーに行ったい,やー羨ましいでことないんで試合のことを詳細に覚えているというよりは、はい、初めてのこの現地のファンの、はい、英語は分からないんだけど、はい、きっとすごい悪い言葉でやじってるんだろうなっていう雰囲気とかあとこのハイベリー行った方は分かると思うんですけど柱の多さとか <laughs> <laughs> ちょっとこう体を動かさないと見えない部分があったりとかするなんかこの。 なんだろうなピッチと客席の近さのこじんまり感だったり一体感みたいなのがすごくてだからこそあの去年初めてエミレーツに行った時は全体が見渡せる開放感に驚いたんですけどそういうスタジアムの雰囲気を感じたりとかいやサッカー専用スタジアムってすごいなって初めて思った試合で。 中田ささんもねねねフル出場されてたりとかか本本当当でですす、ね、懐かしいです、ね、<laughs> プレミア好きとしてはちょっとそっちも注目しちゃうんですけどすよ、ね、この試合で当時まだ私アースナル観戦して、まあ、これが中学3年生の冬休みとかだったのでそんなに戦術とかそれこそじゃあ選手がどのポジションでどういう効果的な動きをするかとかあんまりまだわからない間に見てたんですけど。はいはいはい チューベルトシュヴァの運動量に生で見たときにドギボウ抜かれてこんなにどこにでもいるなんてすごいんだろうこの選手って衝撃を受けた試合でした、うん。確かに本当にあんまりねこうやっぱりビエラとかセスクとかがどっちらでも目立つんで評価されにくいポジションだと思うんですけどね本当に今欲しいです。今欲しいですね、はい。誰が欲しいって言われたら。 まあジュートシルバー必要なんです。はい。運動量としっかり潰してくるでケアできる選手ね。欲しいです。ベストイレブン見返すとなんかちょっとね、開古主義的な話になる。マイベストイレブン。ここからは私たち二人がそれぞれ選んだベストイレブン紹介したいと思います。まずは私の方から紹介しましょう。こちらです。 ちょっとねめちゃめちゃ悩んだんですよ悩みますよこれはベストイレブンは結構ベストイレブンっていろんな企画でやること多いんですけど毎回毎回変わって分かります今回はちょっとこうロマンを求めてみようと思ってあんリはもちろんカソルラが入ってるのもいいですねカソルラロシスキラムジーを並べた後ろにジューベルト・シウバ・ビエラいたらもう好き勝手ねご自由に動いてください ラムジーはもう前いこうが右左いこうが <laughs> カソレラもね両足使えますから確かにどこ行っても大丈夫、はい、でそこを露出きが、はい、いやいい味出すなこれ <laughs> じゃあケーマさんのも見ていきましょう桂、はい、マさんのベストイレブンですまあちょっと何,何だろうな今最近の選手入れたかったんですけど、はい、やっぱり、まあ、王道というか、うん、王道ですねほぼ インビンビシブルで一、うん、人だけ、あのーうん、フェルマーレン入れちゃったんですけど、はい、これ理由がありましてアーセナルで活躍したのは本当に短かったと思うんですけどす、ね、まあ怪我も多かったですし、はい、でも僕が見現地で見に行った時に本当に衝撃を受けて、うん、もう強いし速いし点取るしうまあ、上手さもあるし、はい、まあこ,この状態 ベストの状態だったらこのメンバー入れてもいいんじゃないかなっていうアーナの選手そういう選手多いですね多いですね怪我しない何とかベストな状態の誰々だウィ <laughs> ルシャーだったりねそれこそ <laughs> いますけど、まあ、迷いました、うん、あのコシェルニーだったりまあ右もサニャも迷ったですし、はい、いやアシュリー・コール <laughs> 私はねやっぱ2004年からアースナルのファンなのでやっぱり一番の敵というか一番のライバルはユナイテッドでもスパーズでもなくモーリーニョ・チェルシーなんですよ。でしたね。なのでアシュリー・コールに対する思念が強くてですね。思念というかショッキングだったやっぱり。そうですねねちょっといい選手なのも分かるんですけど選べないんですよね、かりますこういう時にかりますとかも そうですねあのアスダル選手出ていき方が悪い選手が多くて、はい、まあしょうがないんですけど、うん、やっぱり直接的な、ね、ライバルチームに行っちゃうのは、うん、まあファンペルシーもそうですしまあコシェルにも僕迷ったのはちょっとなんか最後のめちゃくちゃ貢献してくれたと思うんですけど、うんうん、アキレス腱を痛めながらもちょっと最後の印象が悪くて。 はい、なんかもうちょっといいおあの終わり方というか送り出し方をしたかったっていう、うん、サポーター的には。それ結構ありますよねすこう最後の方ちょっとこうグズグズしてしまった部分もあったりとか、はい、ちゃんとセレモニーができないっていうのはねんとなくファンとしても感謝というか。はい、伝えたいですしそこはありますね。 いや、本当、あの今シーズンも私スコアブックつけてるんですけど。み、はい、たいですね。はい、そうなんですけど、イーでしてはい、ありがとうございます。はい、でもなんか、本当に徐々にテンションが下がってくる私の <laughs> スコアブックっていうね。最近はどうですか、はい。あの、こな、それこそ見に行かれたシティ戦は、デブライネがすごすぎて吐きそう <laughs> <ー>。<laughs> いや、間違いないです。はい、すごいウイイレ上手い人にボコられて、切れるのを通り越して、泣きそうな時に見ているって書いてますね。<laughs> いや、なんか表現はぴったりな感じです、それを現地で感じてました。<laughs> 泣きそうでしたね、確かに。そうですよね。はい、もでも、めちゃくちゃこう、リュングベリーは。もう、ベンチの横で見ることができたので、はい、あの。いいね、諦めないで、とにかく吠えてて。うん、あ、なんか。めっちゃ頑張ってくれてるな、この監督と思って。うんうん、まあ、みんな好きじゃないですか。はい。 グーナーはリングベリーのこと、でまあこの状況であのー、まあ暫定でしたけどやってくれたのはなんかありがたかったなっていう気持ちで。本当そうですよね。出ました。アルテタ監督にしてもそうですけど、この今のアーセナルを引き受けてくれるだけでまずありがとう。そうっていうかまず感謝から <laughs> <laughs> 入ってしまうぐらいあのー。 な状況ですね。ねはい。どの立場から言うんだって話なんですけど、で,でも本当にそういう気持ちでね。応援してますよね。はい、でもリュンベリーも残ったじゃないですか。はい。嬉しかったですね。ねあのなんか若手育成は上手っていうのは聞いてるんで、うん、これからも育ててほしいなと思ってますよ。そうですね。はい。今の選手だったらお気に入りの選手は？今はそうですね。それこそまあトレーラーもお気に入りですし、あとはまあ。 希望の星、うん、マルティネリはいいですね、いいですね、はあ、本当にずっっといいていててほしう今、本当にこうエミリーさんの功績でもあると思うんですけどスターティングメンバーぐっと若いじゃないですか、すね、アンダー23かみたいな試合のときあるじゃないですか、本当にすごいと思いますね、この年齢は。うん、そこはやっぱり希望を持てるのかなって思いますね、うん、こんだけ若い選手、使ってくれましたし。うん エメリーに出会ったからっていう選手はなんか他にも多いんじゃないかなドゥージもそうですし、まあ、エメリー監督まだまだこう謎に、ね、終わってもまだ謎に包まれている部分って多かったと思うんですけど J、はい、リーガーとしてやられている木山選手から見て、はい、ベンゲル監督のイズムエメリー監督のイズムってそれぞれどんな違いがあるように見えましたそううですねやっぱりベンゲルはこう ロマンを求めるのがありましたし攻撃の時のバランスはまあ悪かっただけど悪いからこそ相手も捕まえづらくてあのエジルとサンチェスのワンツーとかまあそこにウィルシャーとかカソルラとかまあジルのポストプレーが絡んだりとかそういうまあ他のチームで今なかなかまあやらないまあリスクがやっぱあるんでね。 まあそれがベンゲルさんの時はでもそれが面白くもあったし、うん、でもどっちかっていうとエミリーさんはこう、まあ、いろんなシステム使い分けて、まあ、アーナルっぽくない監督でしたけど、まあ、若手育成っていう面ではまあベンゲルさんもうまかったしうんそうですね。はい、こう何ですかねどっちかっていうとカメレオンじゃないですけど、うん、いろいろ。 あのなシステムとか相手に応じて合わせるのがエメリーさんだったかなっていうのは、うん、結構ファンも惑わされる部分多かったでしねそうですね、まあ、選手もあんだけ変えられちゃうとあや,やりづらい部分ちょっと難しいのかなっていうのはあのめっちゃ前の試合良かったのに俺次使われないのみたいなのがのモチベーション的にも難しいったりこうパフォーマンスを維持するのにもちょっと ラカゼットだったり、まあ、使われたり使われなかったりが多かったエジルもそれこそ弱い相手だと使われるけどビッグマッチとか強い相手だとやっぱり守備のところが不安だから使われないとか、まあ、そういうのがやっぱりが続くとエジル自体もこうパフォーマンス出しづらかったのかなっていうのはありますね。そそうううですよねいのののが今のチームのまあ状況、はい ムードにも影響しているのかもしれないんですけど、はい、まあこれからの楽しみ方というところで監督に期待することはまあやっぱりもう想像でしかないんですけどペップイズムというかポジショナルプレーだったり攻撃、守備のバランスはよくなるのかなっていうずっとかかアーセナーの課題だった攻撃してる時のしバランスだったり、はい 選手がいて欲しいいいいててしとこにいないっていう問題は解決されるのかななっていうのはなんか結構最近のアースナル戦術個人技みたいなのがありましたけれども、はい、それよりはシス,、はい、システマチックになるのかなってこう正しいまずポジションを取って攻撃しようってそこになんか自分の良さを出していこうっていう感じにまあエミリーさんもそういう感じは多少あったんですけど<ー>最後の方はなんかまた。 バラバラになっちゃった感はあったので。なかなか一朝一夕にはできなそうなねう。難しいですけど、どんなふうに、あの、今後は、うん。そうですね。すあの、なんか、こう。 今もちろんアーセナルってそんなに調子がね、はい、良くないっていうふうに言われていますし、はい、まあこう私の周りの方でもちょっと試合からね、はい、遠のいてしまったとか、はい、あとこう現地のファンの方もなかなか足を運びづらいみたいな話とかも聞いたりはもちろんしていて、はい、その応援するなんだろうなファンとしてサポーターとして応援の仕方って人それぞれだしみんな違ってみんないいと思うんですけど、うん、私 ファン歴15年になってアーセナルを応援していない時間よりも応援してる時間の方が人生で増えてきましてもうねこうなるとちょっとなんかもうなのでもう山あり谷ありあって当たり前悪い時があっていい時があるのは当たり前なのであのそんな全然悲観はしてなくてまあ長年22年間ベンゲル監督がやられていろいろ変わっていって。この一瞬を 現地で見られたり、一緒にこう生で見られるっていうのはすごくこう。ファンにとって面白いなって、一つのクラブチームを応援していく上で。すごく歴史の転換点を見ている気もして。気確かにそうですね。うん、まあ、今強いリバプールとかも。はい。いや、ね、そうですよね。やっぱり、今。このグーナーたちと同じような気持ちの時は長かっただろうし。うんうん、やっぱり、今はね。逆に、こ、この時があったからっていうふうに。 将来になってほしいなと思ってます。そうですね。その未来を描いて。はい。まあ、今はもう、あの、落ちるところまで落ちちゃった。かなと思うんで。<laughs> 逆に。希望というか、期待しかないかなっていう、うん。うん。これからね、アースなる。はい、どこが目標になるかって結構難しいと思うんですけど。確かにシーズンの順位的に,に。そうですね。今。そうですね。チャンピオンズリーグ。でも、戻りたいですね。戻りたいですね。でも、ファンも。 あの監督とかチームが成熟していくのをあまり早急に見ないで長い目で見,れ、うん、見ていけたらいいですね。ということで今後のアーセナル、そしてね木山選手ご自身ももちろんですから注目していただいて一緒に応援していただければと思います。はい、ということで木山選手、今日はグーナーアーセナルについて楽しい時間をありがとうございました。した楽しかったです フットフライでお楽しみいただけましたでしょうか。それではまたお会いしましょう。さようなら。